いやなんか展開的にさ、うん、一番最初はやっぱ優しくかって今のが真ん中で次絶対あの気難しい人でしょ。多分固くなに断りそうな感じだよな多分仮面とか。拳使うしかないかもしれない。戦うの？うん。あの配達しに来た荷物で30キロのやつで。よっしゃ行こうぜ。行きましょう。行きましょう。行きましょう。お疲れ様です。あ、サブクエね、サブクエ。うん、状況を整理しよう。お。目的はまずレイクノットからサウスノットまでのカイラル通信を稼働させることだ。はいはい。そのために、はい、プレッパーズのシェルターを中継拠点として使う。はい。それぞれのシェルターにはフラジャイルが根回しをしてくれているが、それも万全とは言えない。うん。UCA 加盟を簡単に承諾するとは限らない。あ、ただお互いに妥協点はあるはずだ。確実に荷物を届け彼らの希望を叶えれば道は開ける。そうすれば加盟に同意してくれるだろう。早速だが取り掛かろう。依頼を確認してみてくれ。え、消えたってことかな。あ、これちょっと待って、メインが3つあるよこれ。ほんとだ。え、オッケー、オッケー、オッケー。じゃあ行きましょう。行きましょうか。ありがとうございます。まずはエボデボユニットを届けるか。ここにね。うん。エボデボユニット。エボデボユニットね。うん。そのエボデボユニットをこの、エンジニアというところに届けると。うん。このエボデボユニットをさ。うん、エボデボ、うん、その一帯はミュールの活動地域だ。時にはミュールを避けて進むべきだろうな。彼らに捕まらないように。はい。彼らはもともとこの世界を復興させるために身を挺して物資を届けた人たちだった。あ、そうなの。荷物を届けてもらった人々が感謝をしてくれたらそれで満足だった。だが彼らの崇高な理念は次の世代になるといつの間にか忘れ去られた。ほう。復興も感謝も彼らには関係なくなってしまったんだ。いい人だったんだね、ミュール。うん、いいな、いい天気だな。いいね、ずっとこの天気がいいよね、うん、なんか ね、うん、うわ、結構長い道のりだよ、これ、ほら見てよ、やべえな、なんか流れそうだもん、なんかですか。大丈夫かな、著作権。やば、もうそこまでやったら大丈夫かな、引っかからんかな、著作権。うん、かかるかや。ん、なんか流れてるぞ。星野源ですかこれ。星野源が流れてる。なんで助かった。助かったんだ。聞きたかったのかな、サム、星野源が。あ、なんかいるぞ。見えるじゃないそら。見えるかもしれん。え、うわー、あったんかよそこに。チャールやだな、もう見つかったじゃん。やべえ、やべえぞこれは。もうあれじゃない、もう気絶させるパターンじゃない。そういうことか。うん、戦うやつか。あ、でも結構いるね、広範囲に。あ、いるね、あいつら。クソ、行くかじゃあ。ここは真正面から。あー、でも気をつけてよ、あの。よっしゃ、行くぞ。オッケー。あー、上手。うわ、なかなかあんなパンチしないよね、実際は。ジャンピングパンチみたいな。実際にはね。うん、あ、やばい、取りにできてる。あ、やばい、こいつ。やべやべやべ。あー、強い。いけ。おら、おら、おら。あー、めっちゃ来るな。めっちゃ来るやん。そう。とりあえずそいつ伸びさせて。あー。うん。おら。おら、おら。おっしゃー。そしてどこだ、今度は。タッキー。あ、いた。あー、右にいた。おー、ない、うん、おら、よっしゃ、まだいるぞ。しゃ、よっしゃ、一撃じゃん。やったね。おら、
ピーナイス、ちゃんと拾ってく。よっしゃ、今のうち逃げよう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 。ミュールってさ、さっきのやつらでもう終わりなのかな。どうなんだろう。どうなの。なんか前全員気絶させた時はちゃんとなんか出たけどね。なんかアナウンスあったよね。うん。あーでもいそうだよね、あっちにも。確かに全然いるじゃん。あーいるやん、キャンプしとるやん。まあ楽しんどるわ楽しんどるわ混ぜてほしいけど。やってんな、すごいな。仲間外れにされたよやん、サム。わー、あれだよね、めっちゃあるな。今あの頭の中に浮かんでるのってさ、うん、バイクどこだよみたいな。そう、それ探してんのよずっと。なんか損してたら嫌だよね。そうなんよ、この距離感ね。それあるな、マジ絶対どっかにあるわ。お、あ、意外といけたね。ね、やばい、もう常に脳みそがバイク探してるわあそこでバイクもらえるんじゃないとすぐ言いそうになるわよっしゃ。もう営業マンとしての力をねちゃんと説得しないと。そうそうそう、本当にこれ営業だよな。うん、セールスマンって感じ。仕事だよな本当だよ。ルート営業開拓してるって感じでしょ。一軒ずつ一軒ずつこうねピンポンしてね、回ってうちの布団買いませんかって。いらんわな。よっしゃ、納品した。エボ、エボデボ。ありがとう、君がサムブリッジズだね。優しそうじゃんね。聞いてるよ、たった一人でこの大陸をつないでいるんだろう。そうです、荷物も運んでくれてありがとう。どうする、フラジャイルエクスプレスが機能しなくなって困っていたんだ。うん、荷物を確認するよ。うん、どうでか。うん、すごい、大事に運んでくれたんだ。いや、そりゃもうね、敵を薙ぎ倒しながらね。どこがね、どこが天に扱ってんの。めちゃめちゃ荷物投げてたからね。うん、できれば荷物で殴りたかったもんね。うん、OK。言っておきたいことがあるんだ。うん。フラジャイルのことだ。フラジャイルね。テロリストの片棒を担いだとか、無責任な噂を聞くこともある。でも、そんなはずはないよ。あ、よかった。彼女たちはそっち方向、そっち方向ね。うん。彼女こそが英雄だよ。私はこのシェルターで生まれた。だから今でもこの狭い世界しか知らないんだ。わお。外の世界もアメリカのことも想像するしかなかった。キューピッドがこことアメリカをつないでくれる。そうだろ、楽しみだ。 UCA に加盟するよ。あ、ありがとうございます。通信をつないでくれ。やった、いい人だ。いい人じゃん、意外と。すごい片身の狭い生活してんだね、ずっとね。うん、こんなことね。なんかみんな堅物な感じなのかなと思ったら、うん、いい人だったわ。ね。おお、なんか日本人。なんか顔、顔面めっちゃ日本人だね。うん、ようやくだ。スタンドアロンだった 3D プリンターもカイラルプリンターになる。それにだ、このエボデボ装置を組み合わせれば過去の物体の再現もできるようになる。失われたアメリカも蘇るかもしれない。うん、それに各都市の情報やミュールやテロリストの動向も把握できると聞いている。うん、そうだ、君はアメリカを届けてくれたんだ。うん、ありがとうサム、またお願いするよ。そうだ、もしよかったらこれを使ってみてくれないか。私が開発したアシストユニットだ。シミュレーションでは完璧に動作している。実地でのテストも兼ねて使ってほしいんだ。君がアメリカをつなげていくために使ってくれ。すごいな、すごいアメリカ思いだね。うん、顔めっちゃ日本人なのにね。ね。あ、このパワースケルトンっていうのもすごい気になるな。どう使うんだろう。足に装備することで運動補助強化してくれるアクティブスケルトンの一つね。そのタイプは関節部を強化した重量特化型みたい。アクティブスケルトンは装備するだけでも効果があるけど、ブースト中はその性能を最大限に発揮する。うん、どう、早速装備して試してみたら。試したい、めっちゃ試したいよ。どうぞ。持てる重量も多分アップしてるな。あ、アップしてる。245、うん、増えてる。めっちゃ増えたね。ありがとう、じゃあまた来てくれ。よっしゃ、よっしゃ、じゃあ次のクエスト行きますか。行きましょう。して残り2箇所。2箇所。ん？
お、見送ってくれてる。優しいな。優しい、あの人。みんなこういう感じならいいのに。でも名前がエンジニアっていうね。名前つかないっていう。確かに名前つけてあげればいいのに。ね、うん、よっしゃ、行くぞ。おい、まあ、足速くない？ね、ちょっとね、すごいあの軽やかになった。へえ。やっぱり効果出てる。これね、うん、プレイせずにもし見てるだけの方いたらね、分かりづらいんだよね、きっと。そうそう、そうなんだよね。ここはね、ちょっと伝えれない、切れない部分だけど。僕、インカミもね、うん、ちょっと触ってみて、あ、マジかと思ったんだよね、結構。うんうん。そう、揺れるしね、ブレるしね。そうそう、結構繊細だからね、これ。うん。変わってくる。あ、きっとそういうのも。うん。そこ登れるの？これでも、上へっていう看板出てるよ。ってことなのかな？いや、それどっから行くんだろう。確かに。ドラクエだといけないよね、そのマップ。昔のドラクエだったら絶対にいけないいけないいけない。岩ゴツゴツすぎて、もう壁にぶつかったまんまだよ。うん、なんかルーラとか使えたらいいけどね。確かに。ピュンって飛ぶんじゃん。ラーミアとかね。そうそうそう、ラーミアいればこのゲーム結構簡単なんだけどな。残念ながらね、いないんですよね。いないんです、いないんですね、ラーミアさん。おっと、ここで急斜面か。そこの辺から行くか、ゆっくり。お、お上手。いいね。結構あれじゃない？俺上手くなったでしょ、プレイ。うん。どう思います、インカミさん。いや、上手くなってると思います。足場選びみたいなのもね、うん、ちゃんと考えてるね。まあ足りないのはあとバイクだよね。一生抜けれないから、一生バイクにとらわれてるからね。すごいね、もうタイトル決まったね、これ、うん、バイク探しの旅だね。そう、タイトル決まってなかったね、今ね、俺二人とも今違うことですよね。ブレてたわ、うん。あー、いいね。おー、いいねいいねいいね。来た。あー、来た。エルダー K4。 しゃー、このスキャンがすごい安心するよね。うん、大丈夫なんだな。そう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 。あ、そうだ、うん、しゃー、常備薬のヒント。荷物を納品します。そうじゃ。私は命綱だ。たった一人の私でもここまで命をつないでこれた。それは何の見返りもなく配送してくれる君たちのおかげだ。これまたいい人じゃん。みんな優しいな。薬の状態はどうかな。あ、それは薬必要そうな。確かに。失礼だけど確かに。ありがとう。でも元気そうだよね。うん、元気そう。まだ。まだって言わないで。これからも現実そうだ。いずれ、いずれね。いずれ、まあまあまあ。ああ、君はフラジャイルエクスプレスの代理なんだな。もうあんなテロみたいなのは勘弁してくれよ。創業者の後を継いだ娘のフラジャイルが別の配送業者と組んでからだよ。この辺りはなんだか物騒になってしまった。ミドルノットの爆破にはフラジャイルが関わっている、そういう噂があるが、全くのデタラメとは思えん。ある意味で彼女も被害者の一人なのかもしれないがな。カイラル通信をつなぎたいっていうのか。お願いします。あんたたちプリンジスとの契約なら構わんが、USAには加盟しないよ。それでもよければやってくれ。いいよ、とりあえずね、つながさせてくれれば、うん、こっちは助かるよね。確かに、つなげてつないでね。いや、なんか展開的にさ、うん、一番最初はやっぱ優しくって、今のが真ん中で、次絶対気難しい人でしょ。多分堅くなに断りそうな感じだよね、多分加盟とか。拳使うしかないかもしれない。戦うの？うん、配達しに来た荷物で30キロのやつ。なるほど。彼女の組織は大きくなりすぎた。この時代、私たちも運ぶ方もこじんまりとするべきだ。君はそうは思わないか、うん、そうじゃないとまたあの時代の過ちを犯してしまう、うん、合衆国、連邦、連合、共和国、異なる人間たちが一つにつながるなんてカオスだよ。勘弁してくれ、うん、すまん、人と話すのは久しぶりでな。気をつけてな。優しい。それじゃあまた、うん、すごい、結局優しいおじいちゃんだったじゃん、うん、ね。
まあね、うん、人それぞれね、捉え方というか考え方はあるからね。ね。2カ所のプレッパーズにカイラル通信がつながった。はい。はい、残るはあと一つだ。OK。な、曲聞こえる。今度何の曲だろう。次はキングヌーかな。おお、旬ですね。誰？キングヌーです。よっしゃ。おお、めん。お、あ、いいじゃん。お、この高さいけるか。か。車してきてる。うん、車奪えるんじゃないまずそういうの。うわ、ここ歩くの怖いな。あんなさ、うん、ミュールが車乗ってブイブイ言わしてたら見つかるでしょ。確かに。だって待ち構えてるもんな絶対あれ。うん。なんか自然に普通に車奪う展開になるかもね。うん。うわ、こっからがですよ。怖いのが。え、結構まだ距離あるからな。ね。ないね、なかなか。ね。あれなんだろう。あ、ああ、こいたか、クソ。生まれたー。くそ、やべえ。うわここにもいた。くそ。ちゃんと仕掛けてるわ。くそ。くそ。どうしよう。あ、あっちにもある。くそ。まあ、あいつ一体ならね。そうか、あいつか。やっちゃうか。やっちゃおう、やっちゃおう。あー、もうやり。おお。あー、それは卑怯だよね。あいつ逃げていくぞ。報告しに行ってんのかな。うわー、やめてほしいわ。そう、先生に言いつけに行きやがった、あいつ。ダサいよね、そういうやり方するやつは。本当だよ、友達なくすぞ。拳できなさい、拳で一対一だよ、こんなん。しかも一発槍投げてくるあたりがちょっとせこいよね。せこい。あ、ダメだったからもう先生呼んでこうみたいな。うわ、結構っぱいる。うわー、来る。うわー、これなんか来た。多分殴り合いもきついし、こんなにいたら。うわ、おい、足速いしね。まあ荷物持ってないからな。よし、いいよ、いいよ。あ、なんか自然に倒せそう。うん、いいよ。おっしゃ、おらー、いい。まだいいか。おっと、ねえ。うわー、隠れて隠れて。多いなー。1対1なら全然。よし。いや、荷物を取って、頑張って。そういうことだ。よし、よっしゃー、いいぞ。まだいるか。まだいる。赤いラインがいる、ある、出てるところ、空。あ、こっちか。そうそう、あ、こっちか。いた、いた、びっくりした。いたんかい、お前。一撃で決まるときあんな、なんか。ね。ほら。あー、できればなんか車に乗って襲ってきてほしかったね。ね。あいつは車に倒せるんだったらさ。ね。よっしゃ、今のうちだ。逃げよう。そうだった。よっしゃ。はい。おっしゃ、無事に到着しました。はい、3カ所頑張りましたね。だー、3カ所。あとはここも優しい人だったらね、うん、そう、それそれよ、それ気がするんだよね。結構高めだ。さあ、どう出るか。だって銃の納品だよ。そう、物騒なんだよ。物騒なんだよ、納品依頼が。そうそうそう、絶対好戦的じゃん。出た。はい。あ、なるほど。ブリッジズが ID を借りて運んでくれたのか。はい、ありがとう、ご苦労様。あ、でも礼儀はちゃんとしてる。荷物を受け取るよ。荷物の状態は。状態は怖いな。まるで新品だ。あー、褒め上手。褒め上手だ、この人。ありがとう。いや、ねぎらってくれるしね。しかし、あんたいいのか。ミドルノットを全滅させたのはリーダーのフラジャイルなんだろ。え、まあ、まあ印象良くないね、やっぱ。えだから、って思ってる人もいるよねっていう、やっぱおじいちゃんも言ってたじゃん。あ、噂はやっぱり本当だったんだ、うん、だとしたらブリッジスも信用できないな。このところまた物騒なテロが起き始めた。アメリカ再建の動きが分離過激派を刺激したらしいじゃないか。あんたたちとつながれば俺の脅威も増える。あれ、必要なものを確実に運んでくれれば俺はそれでいいんだ。結構硬そうだな。その一つがこの血液グレネードでもある、うん、開発したのは評価する。だがこれを UCA が独占する必要はない。
この辺りにはどこにも属していないポーターたちもいる。こいつを量産してそいつらにも渡してあげたいんだ。あんたはいいやつだ。苦労は認める。俺の荷物を運んでくれたしな。だがカイラル通信をつなげというなら大事だ。もう少し信用しないとな。だから俺の依頼をもう一つ聞いてくれないか。うん、断るか。そうだ、依頼を出すよ。配送端末で見てくれ。なんだ。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。